終盤ですね、5ゲーム目の終盤に膝を痛めまして、はい、そこから逆転負けを喫したんですけども、ね、さあ決勝戦第1ゲーム、岩崎のサービスです。これです。ラインに出さないような短いレシーブから始めてますね。はい、今度は深め。よっしゃ。そしては今のようにドライブを見せつけておいて短い球というのもこれも有効ですね。そうですね、前後の攻めということですね。はい、木村誠二さんです。5ゲームマッチで行われます。長いツッツキを混ぜまして、3球目を防いでますね。3球目攻撃は、はい、ドライブに対して十分な備えで臨んでいる向こう渋谷です。いいですね。よっしゃ。4、3と思いますね、渋谷選手は。はい、このファストブレイクもあります。いいですね。3球目攻撃を仕掛けていきますと、なかなか、岩崎君とすれば、あ、いいサービスですね。はい、あ、いいプレスメントです。深め深めに思うところで攻撃をされてますので、なかなか待てないんですね、岩崎選手は。はい、これもいいところです。はい、このナイスレシーブ。同じぐらいの人で、ヨーロッパの選手でいるんですけども、はい、だいたい180から190ぐらいの初速度があるんですね。そんなに出るんですか。はい、立ち上がりは渋谷のペース。よっしゃ。そうですね、バックハンドでブロックしようという試みは非常に良かったと思います。はい、渋谷君が何をやってくるかわからないといったようなところで今プレーしていると思いますね。はい、おー、よく抑えた。これは素晴らしいドライブです。ナイスボールですね。はい、岩崎君はこういう渋谷君をこのようにカットまで追い込んでいきたい。少しずつ、両者のスタイルが出てます。はい、いいドライブです。よっ、パワーが勝りました。初めてリード岩崎。打ち合いに行きましたね。攻撃を仕掛けたいところだったんですけども、オーバーしました。落とすんですね。ははそしてそれがまたネット際に落とそうとするんですけど、そのワンバウンドで出たところを狙われてますね。なるほど。ぜひとも取りたい気持ちで臨んでると思いますね。はい、5ポイント連取出た。ナイスロール。トップクラスのボールですね。はい、かけたい。はい、これは見事なレシーブでした。よっしゃ。
2発いきました。今のボールは見てみましょう。いいスイングですよ。ここでこれです、はい、今日まで行けますのでもう2人とも決まっていますが、なんとかこの全日本の頂点を極めたいという気持ちで第2ゲーム渋谷です。よっしゃ、まずは得意のポイント。岩崎君のインパクトを見てですね、どこのコースに来るかという読みを、山を張らないと取れないですね。このコースですね。あれだけの速さですから、自分の送ったボールに対してどこに来るかというふうに予測をしてですね、待ってませんとなかなか取れないですね、このボールを。これもあります。これもあります。岩崎のあのロング、よく相手を見てですね、ストップボールを使ってますね。はい、よっしゃ、フォー、よっ、ファイブ、よっしゃ、ファイブ、スリースイングしてますと、まあ、岩崎君の、はい、少し呼吸が乱れてるんですけども、ね、落とす、これが大事なんですね。来ました、初めての連続ポイント。渋谷君は第一ゲームフォアハンドサービスで攻めてたんですけども、今、第2ゲームからバックハンドサービスをしたバックサーブに切り替えていると思いますね。はい、欲しいですね。まず、左右に打ったり、今のように真ん中に打ったりですね、コースを散らしてるんですね。決まりました。ここどうか、あ、惜しい、いいですね。ここ並んでおいてサービス権移行したいですね。よっ、取った、惜しい、すごい、よっしゃ、とかそのまま持続したいところですが、よっしゃ、この勢いがありますからね。10-13、これをしたいわけですね。そうですね。攻めていきました。どうだ。で攻められてしまいますから、はい、このレシーブを少し工夫したいところですね。あの第一ゲームの最初。岩崎君もその辺はよく知ってますね。渋谷君の心理を読んでます。16-12、
16-12 になりました。ナイスボール。このアングルの付け方、いいレシーブができるか。よっしゃ、13-17。素晴らしい。勢いが衰えません。今まで使ってない長いサービスを出してみたら、はい、今度またフォアです。はい、3球目の失敗が痛い。今度バック、連続で決めました。勢いが衰えてないですね。止まりませんね。ナイスボール。2ゲームあっという間に取り崩れるかもしれません。第3ゲームです。ストリートに入りました。そうでしたね。はい、岩崎攻めてます。目が行ってますと、今のようにバックハンドをうまく使ってくる選手ですね。はい、いいドライブですね。攻めていきました。今のように岩崎打球点が狂ってくるんですよね。ああいうように、あの岩崎の台の位置を狂わしていくと、なるほど、このように今ミスが出始めるですね。あのネット際のボールを仕掛けてきてますから、はい、もうそれはもう岩崎も防ごうことを考え始めますね。これでもう3本並んで、そうですね、台の深さをうまく使っています渋谷。あ、ね、これは動けませんでした。いいレシーブだ。どうじゃ、大きいですね。はい、もう少し変化をつけて、いいです。崩れなさいのボールという作戦もあるんですが、そうですね、さっきも体力は使うんですけども、もう2ゲーム取ってますからね。かけてってますね、はい、もう7取るということは選手にとってこう相当大きいことなんでしょうね。そうですね、もうラケットを持った時からの取ってですね、前の小野が昨日敗れて現役生活を最後にしましたが、とにかく全日本で戦いたいという選手の声がよく聞きます、ね。うん、3本取りたいんですけどね。近いサービスと今のように少しドライブをかけたロングサーブですね、はい、それをうまく出してますので、ものすごい速いと、
になれます。ですね。でまあサービスに回った時にチャンスがありますね。早めにバックに持っていくように渋谷君にした方がいいと思いますね。あと3本のサービス。この作戦はで攻撃されてしまいますから、はい、欲しい。ここは勝負でしょう。来ましたね。さっきの勝負どころを感じてきました。やはり岩崎です。チャンスですね。先ほどは5本中4本です。あパワードライブ、うん、なすすべがありません。渋谷来た。うわお、よく取ったんですけど、しのぎました。最後の最後でしのぎました。もう一つ世界の壁に。そうですね。あの天津95年の天津大会では、はい、男子が6位、はい、女子が8位と、非常にあの中国欧州アジア欧州が強くなってる中、はい、あの強くなってきてます。またアトランティックって若手の育成というのも一つポイントになりますね。そうですね。そういう意味ではですね、今回キホー君、はい、あのインターハイのチャンピオンですね、はい、またあの同じく高校生でベスト16に入りました真田君、はい、明るい材料が出てきましたね、はい、いいレシーブです。きついですね。1ゲーム取られて岩崎君は逆に落ち着いてきましたね。あの第3ゲームの最後の方は少しちょっと焦ってましたですね、はい、非常に冷静になってますね。集中もしてます。ナイスボール。としてはあと4本。今日何でしょう。バックアンドドライブしたんですね、はい、あの赤い方があの粒高ラバーという粒が高いラバーを。7連続ポイント岩崎来ました。
ナイスボール、バックスピンをつけた、ボールを送りますと、もう岩崎君は5キロ、あるいは時により10キロぐらいの鉄アレを振ってるような、それを岩崎はあのパワードライブで返すわけですからね、はい、サーティンフォーよっしゃ、フォーティンフォー出ましたね、フォーティンファイブ、ナイスドライブです、おー、セブン、フォーティン、セブン、フィフティンって言ってます、きた、よー、きました、ナイスボール、いいコースですね、出しておいてからバックハンドのコースです、動きませんね、集中してます、後半と違いますね、ああ見事、一気にいけるか、来ました、すごいカット、2回目の決勝の岩崎、岩崎全日本パワーで頂点に立ちました。